どうもジェス、今回はキャッシュレスニュース8月編といったテーマでお話ししていきます。まずは本動画の総論です。結論から言うとこうなってます。こちらを解説していきます。この動画を見れば8月に国内外で起こったキャッシュレス、クレジットカードに関するニュースを知ることができます。1つ目、クレディセゾン、セゾンゴールドアメックスの実質年会費無料キャンペーンを開始。クレディセゾンは2日、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードの年会費1万2000円が年1回の利用で無料になるキャンペーンを開始したことを発表しました。条件としてはセゾンクラスで星4以上の方を対象としています。2つ目、三井住友カード投信積み立ての 20% の V ポイントキャンペーンを開始。三井住友カードと SBI 証券は2日、三井住友カード積み立て投資の積み立て設定金額が30億円を突破したことを発表しました。これに記念して2日から最大1万円、購入金額の 20% がポイントでもらえる積み立て投資始めようキャンペーンを開始しています。なお本キャンペーンは三井住友カードのウェブサイト経由で SBI 証券の証券総合口座を開設された方、三井住友カード仲介口座を対象としています。3つ目、 UC プラチナカードキャンペーンを実施。 UC カードは2日、 UC プラチナカードの公式インスタグラムにおいて商品が当たる UC プラチナカードインスタグラム公式アカウントキャンペーンを実施しました。本カードは UC 最上位クラスのクレジットカード、コンシェルジュやグルメクーポンサービスが付帯しています。4つ目、スカイラークテイクアウトのモバイルオーダー決済機能を拡充。スカイラークホールディングスは2日、7月27日からスカイラークグループの公式アプリにテイクアウトのモバイルオーダー決済機能を拡充したことを発表しました。ガストやバーミヤン、シャブヨー、ジョナサンなどのメニューや店舗情報からテイクアウト注文が可能。また事前にクレジットカードで支払いができて店舗で受け取るだけ、よりスピーディーでスマートな決済手段を拡大しています。5つ目、 au ペイふるさと納税、寄付でポイント最大 5% 還元を開始。 KDDI、 au コマース&ライフ、 au フィナンシャルサービスは6日、 au ペイカードでの寄付で最大 5% のポイントを還元するキャンペーンを開催したことを発表しました。期間は2021年9月25日まで、1万5000円以上の寄付が条件です。還元の詳細としては4つです。1つ目、本キャンペーンでプラス 1%。 2つ目、 au ペイカード利用でプラス 1%。 3つ目、還元率の詳細は寄付額に対してプラス 1%。 4つ目、 au スマートパスプレミアム会員プラスサンタロウの日でプラス 2%。 合計で最大 5% のポイント還元となります。6つ目、キャッシュ500万ポイント山分けキャンペーンを開始。キャッシュは6日、初めてのクイックペイ決済で500万円相当のポイント山分けキャンペーンを開催したことを発表しました。期間は2021年9月30日23時59分まで。条件はキャッシュカード、キャッシュカードライト、キャッシュカードバーチャルを使ってクイックペイ決済をされたことがない方が対象です。7つ目、カンムプールの事前登録を開始。バンドルカードを提供するカンムは11日、資産形成に活用できるクレジットカードプールの事前登録を開始したことを発表しました。カード利用で 1% 分が還元されます。投資に関する機能も搭載予定です。8つ目、クレディセゾンショップチャンネルカードセゾンアメリカンエクスプレスカードの発行開始。クレディセゾンは11日、ジュピターショップチャンネルと提携しショップチャンネルカードセゾンアメリカンエクスプレスカードショップチャンネルカードデジタルセゾンアメリカンエクスプレスカードの発行を開始したことを発表しました。本カードはショップチャンネルのポイント機能を付帯したクレジットカード、また2枚のうち1枚に入会後カードを利用した方を対象に利用金額の 10% をキャッシュバックする新規入会キャンペーンを実施しています。9つ目、ナナコとワオン Apple Pay に年内対応へ。イオンとセブン&アイホールディングスは12日、両社がそれぞれ提供している電子マネーワオンとナナコをアップルペイに対応させることを発表しました。 IC チップで残高を管理する IC 管理型のワオンとナナコは今現在サーバー管理型に移行していると考えられます。10個目、プリン道の区銀行からの入出金に対応。送金アプリのプリンは16日、道の区銀行と提携し本銀行口座からプリンアプリへの入出金、友人や家族との送受金をできるようになることを発表しました。プリンはお金を送る、もらう、払う、チャージする、戻すができる送金アプリ。同社は米 Google に全株式を売却した契約に合意したことを発表。 Google が日本において金融サービスに参入しますます盛り上がりを見せています。11個目、コメ票全国の販売所に楽天ペイを導入。コメ票ホールディングスは17日、スマホ決済サービス楽天ペイを導入したことを発表しました。コメ票全国販売店23店舗、タイトル専門店5店舗の合計28店舗にて導入しています。12個目、 JCB カンボジアのアドバンスバンクオブアジアリミテッドと提携。 JCB は18日、カンボジアのアドバンスバンクオブアジアリミテッド以下 ABA と提携し同行のカード加盟店における JCB カードの取り扱いを開始したことを発表しました。 ABA は1996年に設立されたカンボジア国内の大手銀行。カンボジア国内に2400以上の加盟店と370以上の ATM を保有、支店数、顧客数など著しい成長を遂げています。13個目、データバンクウォッシュペイをリリース。データバンクは19日、大福プラスモアと共同で販売しているセルフ洗車機用スマートフォンアプリアットウォッシュシステムにアプリでの洗車をもっと簡単にするウォッシュペイをリリースしたことを発表しました。洗車受付に QR をかざすだけで洗車スタートします。ウォッシュペイはアプリをダウンロード後クレジットカードを登録しておけば QR コードをかざすだけで決済が完了。
了。アプリがあれば簡単。店舗に到着してから洗車受付機を操作するのではなく、あらかじめアプリで洗車のメニューを決めておき、洗車受付機に QR コードをかざすだけで簡単に洗車ができます。14個目、 ANA フェスタ、 ANA フェスタ GO オープン。 ANA グループの ANA フェスタと無人決済システムの開発を進めるタッチトゥーゴーは19日、無人決済システムを活用した実用化店舗 ANA フェスタ GO 羽田 D1 フロア店を開店したことを発表しました。場所は羽田空港第2ターミナル地下1階、同店は国内初の空港ギフトショップ第1号店です。15個目、アパホテル、キャッシュレス決済を導入。全国最大660以上のホテル、10万3900以上の宿泊ルームを展開するアパホテルは20日、アパ直公式サイト、アパアプリで利用できる決済方法としてペイペイ、楽天ペイ、 D 払いの3種類のオンライン決済を導入したことを発表しました。従来のクレジットカード決済に加え、新たに3種類のオンライン決済を導入。なお、クレジットカード決済の対象にアパポイントプラス50ポイントは今回追加する3種類のオンライン決済でも同様に付与されます。16個目、エポスカード提携カードを発行開始。エポスカードは20日、2021年10月15日より T フェイスとの新たな提携カードの発行を開始すると発表しました。 T フェイスは愛知県豊田市の商業施設、本カードは T フェイス A 館7階のエポスカードセンターおよびエポスカードのホームページにて申し込み可能。利用特典として常時エポスポイント2倍、エポスカードの優待サービスなどが付帯しています。17個目、楽天ペイ 50% ポイント還元キャンペーンを開始。楽天ペイは23日、楽天ポイントカードと楽天ペイにおいて最大 50% ポイント還元キャンペーンを開始することを発表しました。期間は9月30日まで、エントリー必須。楽天ポイントカード提示で1ポイント以上獲得後、対象店舗にて楽天ペイで合計500円税込み以上を利用すると、抽選で400名が最大で期間中の支払い金額 50% のポイント還元、上限1万ポイント、2万名が100ポイントを獲得できます。18個目、クレディセゾン、セゾンプラチナメックスのリブランディングを開始。クレディセゾンは24日、セゾンプラチナメックスに新しいサービスを3つ追加することを発表しました。1つ目、コンシェルジュサービスのセゾンプレミアムコンシェルジュ、2つ目、セゾンプレミアムレストラン賠償旅より、3つ目、ブランド品を高価買取できるセゾンプレミアムリユースサービス。19個目、楽天ペイ決済手数料を実質0円に。楽天ペイメントは25日、楽天ペイにおいて中小店舗様応援決済手数料実質0円キャンペーンを開催したことを発表しました。詳細は決済手数料 3.24% が実質0円になります。期間は本年10月1日から来年9月末まで、対象は年商10億円以下の中小規模の新規加盟店としています。またアプリ利用者を対象とする1年間ずっと毎月全額還元抽選キャンペーンを実施しています。20個目、イオン、アイイオンを開始。イオンは28日9月1日よりグループ全体の共通ポイントとなるイオンのトータルアプリ、アイイオンの配信を開始することを発表しました。本アプリは和音ポイントの利用、付与、紹介、交換ができたり、お財布携帯機能を利用したモバイル和音、イオンマークのついたクレジットカードやデビットカードを登録後決済できるコード決済のイオンペイが可能になります。なお、イオンではときめきポイントを和音ポイントに共通化、本サービスでのデータ連携によりさらに利用者が活用できる便利なサービスを実現します。まとめ、以上キャッシュレスニュース8月編としてお送りしましたが、私が最も印象に残っているニュースはセゾンゴールドアメックスのインビテーションです。セゾンクラス星4以上のインビが条件で実質年会費無料のゴールドカードが発行できます。こちらは過去の動画で解説してありますので、気になる方はそちらを見てください。なお、クレジットカードの申し込み発行は私からの紹介より無料で登録できるハピタスを経由して発行した方がポイントをより多くもらえますので、そちらをお勧めします。気になる方は下の概要欄のリンクからチェックしてみてください。以上、キャッシュレスニュース8月編といったテーマでお話しいたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私は Twitter、Instagram、TikTok、公式アットラインもやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。